ピーター・ウンジャンは、カナダのバイオリニスト、指揮者。アルメニア人の父親とイングランド人の母親の間に、5人兄弟の末っ子として生まれる。イギリスで教育を受け、7歳の時に、イングランドで、マヌーグ・パリキアンにバイオリンを指示した。英国王立音楽大学に進んだ後、ニューヨークに留学して、ジュリアード音楽院で、イヴァン・アラミアンや、 ドロシー・ディレイ、イツアーク・パールマンに支持している。1980年に、チリのビーニャ・デルマール国際バイオリンコンクールで優勝する。東京カルテットに第一バイオリン担当として入団し、14年にわたって目覚ましい業績を残した。1981年からは、イエール大学音楽学部の助教授として、教鞭をとっている。 再三にわたる検証演のために演奏家としての活動から引退せざるを得なくなり、指揮者への転身を図った。1998年から2003年までアムステルダムシンフォニエッタの芸術監督に就任し、カラムーア国際音楽祭の芸術顧問を呼び、主席客演指揮者も務めている。コロラド交響楽団にも3年の間主席客演指揮者に迎えられた。この他に、 シカゴ交響楽団、サンフランシスコ交響楽団、デトロイト交響楽団、セントルイス交響楽団、ベルリン交響楽団、フィラデルフィア管弦楽団、ザールブリュッケン放送交響楽団、バーミンダム市交響楽団、チューリヒトオンハレ管弦楽団に客演しており、フィラデルフィア管弦楽団の、アブゾリュトリー、モーツァルト夏の音楽祭でも指揮した。2003年1月に、 トロント公共楽団の音楽監督に任命され、2004年に就任した。同楽団は、ウンジャンが赴任するまで、財政上の困難を抱えていたが、ウンジャンの就任後の貢献によって、経済状況が改善された。2005年のカナダのドキュメンタリー映画、9月の5日間、オーケストラの再生は、ウンジャンを新しい監督に迎えた、最初のシーズンの記録である。 2007年2月にトロント交響楽団との契約は2012年まで延長された。また、デトロイト交響楽団の首席客演指揮者と芸術顧問に指名され、2006年9月より発行となった。ありがとうございます。